のビデオで、あのこのがんのワクチンで理解できましたでしょうか。樹状細胞という細胞、馴染みがないと思うんですけれども、これ面白い形をしている細胞でして、細胞の表面に木の枝みたいな突起をたくさん出しているんですね。なんかアメーバのような細胞なんですけれども、この樹状細胞っていう細胞が実は免疫の中でもすごく重要な細胞であるということが分かってきて、実はこの樹状細胞の機能を発見した先生が iPS 細胞を発見された山中先生の前の年にノーベル賞を受けているんですね。まあ、そういったことでこの樹状細胞という細胞は非常にこのがんの治療に期待ができるということで、ノーベル賞受賞もされている。まあ、そういった細胞であるということを、覚えていただきたいなというふうに思います。あともう一つ、この樹状細胞って体のどこら辺にいるかと言いますと、我々の皮膚の表面に結構樹状細胞っているんですよね。なんでこのがんの治療に重要な働きのある細胞が皮膚にたくさんいるんだろうかというふうに思われるかもしれません。で、これはですね、理由があります。例えば、我々が怪我をしたときに傷ができます。傷ができたときに、ばい菌だとか、体を取ってみて悪いものが入ってきますよね、傷から。だからまた消毒とかするんですけれども。ばい菌が入ってきたときに、まず近くにいる樹状細胞が、そのばい菌をガブッと食べてしまう。まあ、そういったことで敵をまず食べてしまうという働きがあるのが樹状細胞です。で、この樹状細胞ってもう一つ面白い、働きをします。ガブってが敵を食べた後に体の奥の方まで入っていって、体中に流れている免疫細胞たちにこの敵を攻撃するようにと教え込んであげる特徴があるんですね。ですからこの樹状細胞っていうのは、敵が来たらガブッと食べて、その後に体中の免疫細胞たちに総動員でこの敵たちがまた入ってきたら攻撃しようと、そういうふうに教えてあげる細胞です。で、がんも体にとってみて敵ですよね。ですからこの樹状細胞という細胞を人工的にたくさん作ってあげて、で、がんの特徴を思いっきり教え込んであげる。で、この作った細胞をまた体の中に戻してあげると何が起きるかというと、体の奥の方までまた入っていって、体中に流れている免疫細胞たちにこのがんを攻撃するようにって教えてくれるんですよね。まあ、こういったような働きがある治療法であると。じゃあ、当社がどのような強みがあるかというと、この樹状細胞をたくさん高品質に作る技術を持つ会社が、当社なんですね。要するに、がんに反応する元気な樹状細胞をたくさん作ってあげる、まあ、そういったような技術を、持っている会社が当社になります。まあ、そういったことで、覚えておいていただきたいなというふうに思います。で、私の夢をですね、まず皆さんに共有しておきたいなと思ってますけれども、このがんっていうのをなんとか撲滅したいな、これが私の夢であって、これを、生涯かけてなんとか実現していきたいなと思ってます。この会社でも実現していきたいと思ってますので、とにかくがんを撲滅する、2人に1人が今がんになる時代なので、これをなんとかしたいっていう思いで、やっていきました。もともと私自身は、外科医だったんですけれども、臨床の現場を4年辞めた後に研究開発の世界に移って、それでこの新しい治療の開発に、取り組んできました。すでに8000症例、日本国内、そして海外からも患者さんいらしていただいてます。まあ、そういった実績が出てきておりますので、ただこの治療っていうのはまだ保険にまだ認められている治療ではないんですね。これからその保険に認められるような、申請をこれからしていくところなんですけど、まあ、そういったようなことを行っています。がん、先ほど申し上げた通り、2人に1人ががんになる時代で、
3人に1人が、なんで亡くなられると。で、実は私の家系もがんの家系なんですね。おじとおばをですね、50歳前後で、がんを、亡くしておりまして、まあ、それが大きなきっかけになっているんですけれども、それで、消化に外科医を目指して、外科に入局して、手術抗がん剤等の治療に関わっていくんですけれども、なかなかそれも、難しいという現状があって、やはり、1回だけの人生、どういったことにチャレンジしていくかということを考えたときに、やはり新しい治療に、開発に、取り組みたいということで、外科医から、研究の世界に入っていって、起業までになったと、まあ、そういった経緯がございます。で、じゃあ今我々が提供している樹状細胞ワクチン療法ってどんなふうに使われているのか、どんなふうに使えば、より、がんの患者さんのためにいいのかっていうことを、あらかじめ皆さんに共有しておきたいなと思っています。まず今標準治療っていうことがあるんですけれども、外科治療、抗がん剤治療、放射線治療ですね、これらは、皆さんよくご存知だと思います。で、この標準治療といわれるものに、この樹状細胞ワクチン療法を加えてあげると、これによって、これらの治療効果をさらに高めてあげる、まあ、そういったことが分かってきてるんですね。ですからもし皆さん、周りの方でも、現在その抗がん剤治療とかしてるんだよとか、そういった方がいらっしゃったら、こういった抗がん剤治療に加えて樹状細胞ワクチン療法を行うことは非常に患者さんにとってみても副作用がなくて、治療効果も期待できるということでは、期待ができるというふうに、お考えいただければと思います。この樹状細胞ワクチンというのはですね、免疫療法の一つと言われています。免疫療法もいろんな種類が実はあるんですよね。1990年代から第1世代、第2世代、そして第3、第4世代といろんな世代の治療がどん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 開発されてきて、例えばもしかしたらこの丸山ワクチンとか蓮見ワクチンとかっていうのは、名前聞いたことがあるかもしれません。まあ、こういったいろんな免疫療法が開発されてきて、今現在はですね、よりがんだけを切れ味よく攻撃するような免疫治療になっていきます。そこにこの樹状細胞ワクチン療法というのが受けられているんですよね。その樹状細胞ワクチン療法の働きということで、先ほどご説明した通りです。皮膚にたくさんいて、敵を見つけたらガフッと食べて、その後、体の奥の方に入っていって、体中の免疫細胞を、に攻撃するようにって教えてあげる細胞なんです。非常に、まあ優秀な細胞であるということを覚えておいていただきたいなと思います。2011年、ノーベル医学賞、生理学賞を受賞したラルフ・スタインマン先生、この方が樹状細胞の働きを発見された先生です。で、この先生はですね、実はノーベル賞の数日前にお亡くなりになられました。膵臓がんを患ってたんですね。それで自ら発見したこの樹状細胞で、治療を、していたと。膵臓がんもしお聞きになったことが あると思うんですけれども、発見されたときはですね、非常に大変なご病気で、半年、もしくは7、8ヶ月とも言われています。まあ、そういった大変な病気を患ってたんですが、この樹状細胞、自ら発見した樹状細胞をもとに4年間ぐらい、ご存命でいらっしゃったと。で、スタインマン先生はノーベル賞を取るというような思いを持って、とにかく頑張っていきようということで、いらっしゃったようです。それで、受賞の数日前にお亡くなりになられたんですけれども、実
実はノーベル賞はですね、ご存命の方にしか授与されない賞なんですけれども、このノーベル賞を授与するという決定したときはまだご存命だったということで、ノーベル受賞式にはもうお亡くなりになられて出席できなかったんですけれども、家族が出席されてきちんとこのノーベル賞は受賞されたと、まあ、そういった逸話がございます。この樹状細胞の治療はですね、約1ヶ月ぐらいからできる治療になるんですけれども、ポイントは約2時間ぐらいかけて特殊な採血をするんですね。2時間ぐらいかけて約 150cc の血液を取ってきて、その血液から樹状細胞へと培養していって、それを戻すといった治療です。採血がちょっと時間がかかるだけで、あとは、注射をするだけの非常に簡単なシンプルな治療になります。ワンセットだいたい 3,4 ヶ月の治療になります。じゃあここでビジネスモデルについてご説明したいと思いますけれども、現在当社はですね、医療機関に対してこの樹状細胞を作るための技術とノウハウを病院さんに提供しています。必要に応じてこの樹状細胞を作るためには培養施設が必要なんですね。ですから必要に応じてこの培養施設も貸してあげる、まあ、そういったようなことをして、医療機関さんは患者さんに対してこの樹状細胞ワクチン療法を行っていただくと。で我々はですね、この医療機関さんからこの、治療費に、患者数に応じてこの、技術ノウハウ料だとか施設使用料といった、費用を我々に負担していただく、まあ、こういったようなモデルで、これまで展開してきました。売上の推移になりますが、連結になりますけれども、今期売上20億等を目標として、取り組んで、おります。また累計の患者治療実績については、現在約8000症例の実績がございます。現在ですね、我々の提携する医療機関は全国34箇所まで増えました。大きなところですと大学病院、そして小さなところですとクリニックレベルの医療機関と提携をして、我当社が提供する樹状細胞ワクチンをが受けられるというふうになっております。一部は先進医療という、先進医療特約ということで聞いたことはあるかもしれませんが、先進医療にも認められております。それでは当社の強み、3つございますけれども、これについて申し上げておきます。一番目にちょっと見にくいかもしれませんけれども、世界で認められた肝抗原、WTN ペプチドっていう名前は、まあなかなか馴染みがないかもしれないですが、我々、まあ、非常に強い特許技術を持っているというところが、ポイントでございます。この樹状細胞を作るときに非常に重要な特許技術を持っているというのが一つ強みであります。で二つ目がですね、この細胞の培養する技術ですね。大学で開発されたこの細胞培養技術をさらに良くしたものを我々は持っておりますので、この樹状細胞を作るときはですね、かなり職人技が必要となります。そういった職人芸の技も持ち合わせているというのが当社の強みになります。あとは臨床実績ですね。約8000症例のすでに実績があって、一番のポイントは副作用がまず少ないということ、
あとは、治療効果も、一定の効果が出てきております。ざっくりと申し上げますと、進行がん、末期のがんで、3割から5割にかけての臨床的な効果が、期待できるということが、すでに、分かっています。でそれに加えて、副作用が少ないことに加えて延命が期待できるということも、論文の結果によって、分かってきています。まあ、この図はですね、流していただければと思うんですけど、当社が提供しているこの樹状細胞のがんワクチンというのは、がんの種類は基本的に問いません。一つ言えることは、皆さんの血液型によって多少使えるか使えないかっていうのが、あります。ただしほとんどの患者さんが、適用になりますので、ご心配なさないでいただきたいなと思います。これまでいろんな、医療機関のデータを集積してるんですけれども、一番多い患者さんが膵臓がんですね。続いて大腸がん、肺がん、胃がん、乳がん、卵巣がんと続きますけれども、この膵臓がんが非常に多いです。で先ほども、アメリカのスタインマン博士、発見された先生が膵臓がんだったんですけれども、やはり膵臓がんは発見されてからたちが悪いんですね。抗がん剤もなかなかいい抗がん剤がなかなかないという、そういったような理由もありますけれども、この樹状細胞、膵臓がんに対して抗がん剤プラス当社の提供している樹状細胞ワクチンを、使うことによって非常に、治療効果が、期待できる効果が出てきているということが明らかになっております。で、これにつきましては、アメリカ、欧米とか最近論文とかっていろいろと言われ賑わせてますけれども、我々出てきたデータっていうのは、中に、とどめておくわけではなくて、必ずこういった結果が出ましたよって論文を世界に論文を発信していくんですね。でその論文の実績も我々結構たくさん持ってるっていうことが強みになるんですけども、まあ、これから膵臓がんの論文を今年、出していきますので、そこで治療効果っていうことも皆さんにご報告できると思います。おおむねいい治療効果が出てるふうに思っていただいて結構です。過去に、発表したこれ膵臓がんの論文は、ここに 35% って書いてありますけれども、がんが縮んだりとか進行が止まったり、そういった結果が約 35%、 膵臓がんで進行している膵臓がんで、そういったデータが出ているということでございます。肺がんにつきましても、欧米の論文雑誌に出てますけれども、この樹状細胞、当社の樹状細胞を使わなかった例でが、余命、正確に言うと、半年後に、半分の方が、ご存命であった期間っていうのを、MSP っていう表現してますけど、まあ、ご存命であった患者さんが、樹状細胞を使うと8ヶ月から14ヶ月まで伸びる、まあ、そういったようなデータが認められている。そういったことで副作用がなくて治療効果が期待できるということをこれでもお示ししているといった内容でございます。それでは当社のですね、成長戦略についてお話ししたいと思います。まず、市場ですね。市場規模になります。これはまあ私もそうなんですけど、皆さんも同じだと思います。がんの患者さんってやっぱ増えてますよね。まあそれだけ、当社の技術の、貢献度は高いっていうことは言えると思います。実際にデータをですね、これ経済産業省で分析してるんですけれども、これについては細胞を用いた治療、再生医療っていうのが、市場の拡大が期待されてますよっていうことを伝えてるんですけども、
2020年ちょうどオリンピックの年にはですね、国内では2000億円、世界では2兆円ぐらいの市場ができてくるというふうに言われております。我々が今期目指す目標が20億程度ですので、そういった面ではこれからさらにこの細胞を使った治療のマーケットというのは大きくなってくるだろうというふうに、経済産業省も読んでおりますし、私自身もこれからの産業であるというふうに認識しています。アベノミクスについてもですね、この第3の矢にこの再生医療、細胞治療というのが組み込まれておりますので、それの政策としても非常に力を入れている分野であるということをご理解いただきたいなというふうに思います。で、実際それに伴って法律ができてきました。昨年4月と11月にですね、この再生医療、細胞を使った治療を日本の強みにしていこう、発展させていこうということで、昨年からこの法律ができて、今年の11月ぐらいから実際にこの法律を施行していきましょうというような動きになってきています。まあ、法律ができるってことは、まあ、いわゆる規制でもあるんですね。ですから、いい面、そして悪い面、まあ、そういったこともあろうかと思いますけれども、弊社にとってみては、おおむね、期待できる法律になってきているというふうに、言えると思います。これまた後ほども説明しますけれども、当社これ今年の6月に10周年を迎えます。で、今年は弊社にとってみても非常に大切な年になります。法律も変わりますし、当社としても10周年を迎えて、これから何をやっていくのかっていうところで、我々としても、大きな戦略を考えてこれから実行していきたいと思ってますので、これについてご説明したいんですけども、この樹状細胞ワクチンっていうのは世界でもすでに研究開発されている技術で、なぜ当社が、樹状細胞で評価されているかっていうと、優れた特許技術と優れた、培養技術と、あとはたくさんの症例実績を持っているというところが世界から評価をいただいているんですね。これが大きなポイントなんですけれども、この当社の樹状細胞ワクチンをバクセルという名前をつけて、今、これから医薬品の申請だとか、そういったようなところに向けての準備をしています。バクセルって、ワクチンをバクシンですけど、ワクチンプラス細胞セル、こうやってバクセルという名前で、今、商標を取ってこれから商品化として進めていくという準備があるんですけれども、これからじゃあバクセルという言葉で表現させていただきますけれども、一つはこの先ほど申し上げました薬事承認、ようやく国もアベノミクスでこの治療分野を力入れていこうということ、あとは、まあ、それに伴って法律も変えて、こういった治療を、どん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 進めて承認していきましょうと、まあ、そういったような流れになってきました。それに伴って我々の薬事承認をバクセルを薬事承認で進めていきます。一方では今、病院さんに向けて日々がんの患者さんに対してじゃあサービスはどうしていくのかということは、引き続き同じような医療サービスとしてバクセルも、提供していこうと、2つを目指して今取り組んでいます。そしてこの成長戦略、2020年オリンピックイヤーになりますけれども、我々は現在今年20億円の売り上げを目指して頑張っていますけれども、2020年に売り上げ150億円を目指して我々は頑張っていきたいというふうに思っています。4つを実現することによってこの売り上げ150億円を達成し、まあ、この売り上げ150億円を達成するっていう数字以外に、まあ、患者さんに貢献したいっていうことですね。いかにその患者さんに使ってもらえるか、利用してもらえるかっていうのは、これは私の一番、思っているところなんですけれども、売上でいうとこの150億円を目指す。一つはこの当社のこのバクセルをですね、日本、まず日本に認めさせる。
こと、2つ目は現在も医療機関34カ所で医療機関やられてますけども、これも、このバクセルっていうのが、認知されることによって、この既存の事業も、医療機関の、患者さんにより使ってもらおうと、まあ、そういったような戦略を一応考えています。続いてこの海外展開ですね。現在中国もしくは ASEAN ということで今進めておりますけれども、今年が ある程度その、提携先っていうのが、出てくるというふうに、我々は考えています。それは皆さん、また決まりましたらご報告したいと思います。そして4番目ですね、先端医療周辺事業を展開していくと、まあ、これは、このバクセル以外の周りの事業を、広げていこうと、まあ、これについてもちょっと後ほどご説明したいと思います。このバクセルの特徴について、申し上げますと、まずがんワクチンとして最適化された技術、最適化された技術って当たり前なんじゃないのって言われることがあろうかと思いますが、実はこの樹状細胞の品質っていうのをきちんとやるっていうのは非常に難しい作業です。最近、まあ、当社の、積極的な、情報発信によって、さまざまな医療機関もでも樹状細胞っていうことが言われるようになってきました。ただこの樹状細胞をいかに高品質高安全に作るっていうのは非常に難しい技術なんですね。まあ、当社はですね、こういった最適化された技術っていうのも確立して、すでに論文化もされているという面では非常に、まあいい細胞を作っている技術を持っているということ、あとはこのエビデンス、この、発生症例の治療実績どれだけ効いているのか、まあ、そういったようなエビデンスというのも、たくさん持っています。これが、あることによって、保険適用も目指す技術になっていますよと。やはりその安全性がちゃんと確認できて有効性も期待できることによって、この保険適用というのも実現してくるわけでありまして、まあ、そういったようなところまで今、来ているというような、状況でございます。あと個別化医療という言葉、新しい言葉が出てきましたけれども、ちょっと馴染みがない言葉がたくさん出てきて申し訳ないんですが、個別化医療というのは患者さん皆さん一人一人の医療なんですよというのは個別化医療最近言われてきているんですが、要するにこの細胞を使った治療っていうのは、患者さんから細胞を取ってきて患者さんのために培養して患者さんのために戻すっていう治療なので、これって、細胞を取ってきても他人のために使える治療じゃないんですね。それが最近この個別化医療っていうふうに言われてきています。皆さん一人一人のために、提供する医療っていうことで個別化医療って言われてきて、こういった医療がどん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 加速化これからしてきます。まあ、そういったような治療であるということを、こちらでお示し、しています。このバクセルをこの、承認を目指すということで、この2014年度中の治験の届けを出すというところで現在、準備をしておりまして、今年の11月に法律が改正されますので、この法律の改正に伴って、我々が提供してきたこのバクセルというのも、申請を出していきます。法律で何が変わったかということを、簡単に申し上げますと、昔はこの治験をすると10年とかかかってたんですよね、証明するために。それが、このイメージ通りすごく治験が短くなる、その1年になるってことはないんですけれども、3年だとか4年だとか、まあ、そういった、ような期間として短縮されていくっていうようなことが、この法律で、変わってきた。この法律の改正に伴ってこのバクセルを承認申請、いや治験届を出していくということになりますけれども、今じゃあどのがんで申請を出していくかということで申し上げますと、膵臓がんですね。
まずは膵臓がんで、承認をいただいて、それからいろんながんへと展開していきたいなというふうに思っています。膵臓がんについてはですね、年間3万5000人って4万人弱がんの患者さんが、いらっしゃいます。今我々が年間このバクセルで治療している患者の数は千数百人ですね。1300から、1500人の患者さんを年間、日本人外国人、合わせて、それぐらいの患者さんを治療してますけれども、これがもし、国に認められればこの4万人全員というわけにはいかないんですけれども、そのうち何割かが、当社の治療を受けていただくことになるんではないかと、まあ、そういうことを、夢を見てですね、そのために実現するために今努力をしているといった状況であります。まあ、先ほど 薬事の承認の話しましたけれども、一方今現在、先進医療だとか自由診療、保険外診療で行われている医療サービスも、もちろん患者さんのために、貢献するために、提供していくわけなんですけれども、じゃあ今のその既存の医療を推進していくために、どうしていくかということで、ご説明したいと思います。私もですね、努力不足でこの樹状細胞バクセルっていうのがですね、まだまだあのがんの患者さんだとか家族に、伝えきれてないということで、今年はより、PR だとか認知活動っていうのを強化をしていきたいというふうに思っています。やはりこの治療はですね、ご本人の免疫力を最大限高めてあげる、まあ、そういった治療になるので、お元気な時にこのバクセルを治療した方がやはりそのがん対する免疫反応も高くなるということが、我々考えているわけです。免疫学者も含めてその可能性が高いということで、なるべく早い時にがんの患者さんに知っていただいて、早いタイミングで治療をしていただく、まあ、そういったような、認知活動をこうきちんとしていかなければいけないなというふうに、思っています。また現在その、全国三十数箇所提携先がありますけど、やはり三十数箇所だと、患者さんがなかなか利便性が悪いというような話も、ございますので、これももう少し増やしていきたいなというふうに、思っているんですね。まあ、それ以外新しい特許技術もどん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 開発しております。もちろん今の、当社の樹状細胞ワクチンバクセルっていうのが、もう完全なもの、に近いんですけど、まだまだ治療効果は高められることが、ございますので、日々こういった新しい技術の開発も、取り組んでいますけど、まあ足元で言いますと、医療機関をもっと増やしていって、さらに、認知活動を高めていきましょうというところで、頑張っています。また、先ほど申し上げました海外展開につきましては、アジアにおいてもですね、やはりがんの患者さんというのは総数は増えています。現在もですね、当社の提携する医療機関、特に東京周辺なんですけれども、中国、韓国、タイですね、一時は中東からも患者さん、いらしたこともございます。これっていうのは、あの当社の関連する医療機関で論文をですね、見ていただいて、海外から、この治療を受けたりといって来られるケースが多いんですけど、まあ患者さんを日本に呼び込んで治療をするっていうのは一つの戦略としてあるんですけれども、やはりがんの患者さんですと、やっぱり体力がなくなってしまったりだとか、そういった病気の時にやっぱり海外に出てくるのは結構大変だっていう方もいらっしゃいまして、まあ我々としては、まず、日本の法律と近いところであれば、同じように医療機関で治療してもらえるような先を探していこうということで、海外展開というのを考えています。
続いて、周辺医療、周辺産業ですね、先端医療の周辺事業ということを、展開をしていきます。このバクセルっていうのを、事業をしている中で、それ以外のいろんな周りの産業っていうの、ビジネスチャンスがあるっていうことが分かってきました。例えば一つがですね、我々の子会社のこのバイオメディカソリューションっていう会社なんですけれども、この樹状細胞を培養するためにはクリーンルームが必要なんですね。でこのクリーンルームを販売する会社ということで、こういった会社を立ち上げています。クリーンルームを販売したりメンテナンスするための会社っていうのも我々立ち上げました。その他に、イメージング CRO、ま、ちょっとこれ難しい話なので簡単にご説明させていただきますと、がんの患者さんの画像診断を、画像を撮っておいて、薬を投与した後にがんの、が縮んでるか縮んでないかっていうことを、きちんと測定する会社なんですけどね、これは製薬会社向けのサービスなんですけど、そういったような会社も、立ち上げています。あとは今年そのバクセルということで薬の申請をするためのテラファーマっていう会社も立ち上げる。あとはもう一つこの遺伝子の診断事業っていうのを立ち上げています。なんかこの遺伝子の診断とこのがんのワクチンというのはあんまりつながってないんじゃないかって思われる方もいらっしゃると思うんですが、これが非常に関係が深いんですね。それについて簡単に申し上げますと、この樹状細胞ワクチンバクセルを、治療するときに遺伝子のタイプを見て治療できるかできないかっていうのが、分かってきてます、まあ、そういったことで、我々はこの遺伝子の診断っていうのもやっていこうということで、準備をしてるんですけれども、もう一つ我々が考えていることはですね、この個別化医療っていうここにつながってくるんですけれども、先ほどその当社の樹状細胞バクセルっていうのは自分の細胞を取り出してきて自分のために培養して自分のために戻す、これ究極の個人個人の治療だっていうふうに申し上げました。これは個別化医療なんですけれども、これから皆さん、これから5年から10年、この個別化医療っていうのはどん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 進んでいきます。何が変わってくるかというと、これまでの従来型の医療っていうのは患者さんお病気になって薬を投与しますと、これっていうのはマニュアルに従ったもう一定 の、 治療投与が、細胞投与が治療が決められてるんですけれども、患者さんによって薬の効きやすさ、副作用の出やすさっていうのは結構違うんですよね。例えば皆さんお酒飲める方と飲めない方っていらっしゃいますよね。例えばお酒飲める方と飲めない方とお食事会した時に、全員一律で、ビール瓶1杯全員飲んでくださいって言ったら、それは強い方もいらっしゃいますけども、一滴も飲めない方もいらっしゃるじゃないですか。今って薬の投与の仕方も基本的にそういったような感覚で投与されてるんですね。もう患者さんの体重ごとにも、投与する量が決められてるんで、ですから人によってはすごく効く場合もあったり、人によっては無効であったり副作用しか出ないという場合があります。でこれがこれからどん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 変わっていく時代になるんですが、どういったことかというと、遺伝子の診断だとかさまざまな診断が今明らかになってきてます。でこれ我々も今取り組んでるんですけれども、そうなってくると、患者さんに投与する量も患者さんによって違う、投与量が必要になってくるよねっていうことになって、最終的には副作用なくて有効な治療ができるようになってくる、そういった時代になってきます。ですから我々は今何をやろうかと、してるかなんですが、こういった遺伝子診断によって、例えば薬の効きやすさも、あとはがんになりやすさっていうのもある程度予測しながら、それで最終的には我々のがんのワクチン、バクセルも
遺伝子の診断によって使えるか使えないか見分けて治療をする、まあ、そういったようなことをしていきたいなというふうに思っているわけですね。ですからこの個別化医療というのを実現するためには、遺伝子の診断そして、樹状細胞ワクチンバクセルというのは非常に重要な技術になってきます。まあ、そういったような医療をこれから私としても作っていきたいなというふうに思っています。トピックスについては資料に終わりのところなのでご覧いただきたいなというふうに思います。また個別でこれからあと10分間の質問がございましたらOK いたします。ちょっと最後に私の説明が入ってしまったんですが、これはもうすでにご説明した通りです。とにかくその一番冒頭にですね、私がやりたいこと、私のやりたい夢ということはもう明確に申し上げた通りです。なんとかこのがんを、撲滅したいと。これ私の家系もですね、がんの家系なんで、これなんとか自分も今42歳なんですけれども、おじとばを50歳前後で、亡くしているということがあるので、もうがん年齢に近くなってきたのかなと。これをなんとか最新のバイオテクノロジーで守っていきたいと。これ自ら、研究開発して自ら自分の体で、証明をしていきたいなというふうに、思っているわけであります。ですからこの個別化医療っていうキーワード、皆さん今日は新しい言葉で今後なってしまっているかもしれませんけれども、我々が提供しているワクチンは究極の個別化医療と実現のために重要な武器であって、また遺伝子診断というものも非常に重要な武器であるということを申し上げておきたいというふうに思っております。以上、長くなりましたが、皆さんご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではここで皆様からの質疑応答の時間を取りたいと思います。